浜名湖の内浦をまたぐ観山寺ロープウェイゴンドラ内からの風景観山寺ロープウェイの車両観山寺ロープウェイは遠州鉄道が運営する静岡県浜松市西区間山寺町に位置するロープウェイである。施設そのものは呉松町にまたがっている。浜名湖の内湾である内浦を横断する形で設置されており日本初の古城ロープウェイを標榜している。寒山寺駅と 大草山駅を結ぶ。関山寺駅は遊園地浜名湖パルパルと大草山駅は浜名湖オルゴールミュージアムとそれぞれ隣接している。2011年10月1日より運行業務は縁鉄観光開発に委託されている。関山寺駅大草山駅ありがとうございます。